栗山英樹です。北海道の森が作るワクワクする未来、一緒に見てみませんか。未来を作る森の力、1月2日午後2時放送。突然ですがここでクイズ。カブトムシは北海道に昔からいたかいなかったか。答えは1月2日放送、未来を作る森の力で。僕が森で見つけたカブトムシ、未来を作る森の力、1月2日午後2時放送、ぜひご覧ください。